昭和とはどんな環境だったか？それを、今の MMD 環境は非常に色濃く表しているのかもしれない。王の剣に、その意向に見合うものしか、なんか利益がない。非常に、極端、なくらいだ。環境の形成にも問題はあった。環境そのものは王の剣に、それを破壊するためにあるのに、それ、で踏み込むと、低レベルにさえ負けるのだ。平等を著しく害し、結果、反発は高まり、でも、それ、悪いは悪として排除される。圧倒的なパワー、で侵略を画策する敵に、なんでかかってしまう味方という構図は、良くも悪くもここには、ある。記録、実感的理解、そういう意味では良いサンプル、なのかもしれない。問題はある。ただ悪くも、ない。良くも悪くも、あまり問題のない独裁者による問題ない統治、その是非を考える上ではまだ必要か。